アンドリュー・クリスチャン・ラ・ローシュは、アメリカ合衆国、カンザス州フォート・スコット出身の元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。父親は1970年代に、カリフォルニア・エンゼルスでクローザーを務めていたデーブ・ラ・ローシュ。兄のアダム・ラ・ローシュもプロ野球選手で、同時期に共にピッツバーグ・パイレーツに所属していたことも、ある。2007年3月5日2003年の MLB ドラフトで、 ロサンゼルスドジャースから39巡目で指名され、入団。2005年には、オールスターフューチャーズゲームの米国選抜に選出され、シーズン終了後には、ドジャース参加の最優秀マイナー選手に選出。12月に発表されたベースボールアメリカ市の有望株ランキングでは、ドジャース参加で、チャドビリングズリーに次ぐ評価を受けた。2006年は、 トリプル A 級ラスベガスで73試合に出場し、打率309、18本塁打、オプス987を記録。2007年2月に発表されたベースボールアメリカ史の有望株ランキングでは、ドジャース参加で最高の評価を受けた。スプリングトレーニングで打率175の成績でメジャーでプレーする機会を逃し、開幕は、 トリプル A 級ラスベガスで迎えたが5月6日にマーロン・アンダーソンの故障者リスト入りに伴いメジャー昇格2008年7月31日にマニー・ラミレスやジェイソン・ベイが動いたボストン・レッドソックス、ロサンゼルス・ドジャース、ピッツバーグ・パイレーツの三角トレードで兄のアダム・ラ・ローシュが所属するパイレーツへ移籍アダムは故障者リスト入りしていたため兄弟揃っての 初出場は8月14日となったが、アダムとアンディはプロ入り以前から同一チームでプレーしたことがなかったため、生まれて初めて同一チームでプレーすることになった。オフには打撃コーチのドン・ロングと共に打撃改造に取り組んだ。2009年は150試合に出場し、打撃面では打率258、12本塁打、オプス731に止まったが、守備では リーグの三類主中二位のアシスト数と、閉鎖数、三位の DRS7、五位のザー5.7を記録した。9月28日のドジャース戦では5打数5安打に、本類打6打点と爆発し、この年のドジャース戦は打率、483、3本類打、オプス1.2447と打ち込んだ。2010年は、ペドロ・アルバレスのメジャー昇格に伴い6月、 後半からスタメン出場が減り、102試合の出場に止まった。9月20日にィーフとなる。11月29日に FA となった。2011年1月24日にオークランドアスレチックスとマイナー契約。スプリングトレーニングで29試合の出場で打率。3 3 3四本類がオプス971の成績を残しメジャーに昇格。 しかし40試合の出場で打率。247、オプス、654に終わり、6月5日に、デーフとなってマイナーに降格した。9月29日に、FA となった。2011年12月21日に、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結んだ。2012年6月26日に解雇された。2012年6月28日に、 ボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。オフの11月3日に FA となった。2013年1月30日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。6月7日にメジャー昇格するも1試合の出場に止まり、6月13日にトリプル A 級バッファローバイソンズへ降格した。オフの10月1日に FA となったが、10月30日に マイナー契約で再契約した。2014年は、トリプル A 級バッファローで60試合に出場し、5本類打29打点、打率248だった。オフの11月4日に FA となった。2015年1月12日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだが、4月1日に自由契約となる。8月12日にアメリカンアソシエーションのウィチタ。 ウィングナッツと契約。2016年2月26日にウィングナッツからアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズにトレードで移籍。メジャーでシーズン3 2本塁打を放ったこともある兄のアダムとのホームラン競争で勝ったことがあるという長打力を持ち味とする。特にレフト方向の打球がよく伸びるが速球を広角に弾き返す打撃を得意とする。守備では 内野の全ポジションを守ったことがあるが、主に三塁手として起用される。三塁守備は2008年に2ヶ月で旧失策を喫したこともあるが、玉際に強く DRS とザードもに通算で、ほぼ平均的な数値を残しており、平均レベルの守備範囲と強権を兼ね備える。ありがとうございます。